沢東思想研究会は、西沢隆二が設立した政治団体である。西沢の筆名はヌ山、広史。同会は、ヌ山の本名から、日本共産党から、西沢はじめ派などと称されていた。山や労働者を組織し、救援連絡センターの活動にも力を入れた。機関紙は、毛沢東思想研究や、無産階級など、 毛沢東思想研究は西沢のほか、林勝也、大塚優勝が編集導入を務める形で1966年に創刊された。設立当時の毛沢東思想研究会は編集導入であると同時に毛沢東思想研究の発行を業務とする株式会社であった。しかし、読者が増えていったことを機に1967年、 同会を大衆団体として再編させるため、株式会社、毛沢東思想研究会は、後同産業と合併し、消滅した。大衆団体としての毛沢東思想研究会の、結成にあたり、同会結成準備会は1967年10月15日、結成の呼びかけを出した。これを機に、毛沢東思想研究会は、 大衆団体としての活動がメインとなり、毛沢東思想研究の出版業務は後同産業が担うこととなった。毛沢東思想研究発刊当時の毛沢東思想研究会は、西沢を中心とした私的なグループという性格がかなり強く、西沢が編集を務めた雑誌グラフ若者の出版元であった若者社が、西沢の著書をすべて絶版にしたことや、 若者者が、同社文局に対し西沢の著作をすべて焼却、裁断をするように指示を出したことに対する怒りが、ぶちまけられていた。毛沢東思想研究には、日中友好協会の内紛について言及した、文書や、ブレジネフ、宮本賢治などを罵倒した詩や漫画などが多数、掲載されており、運動史を研究する上で貴重な文献である。 モ沢タクト思想研究会は、読者が事務所へ来訪することを歓迎した。西沢は自ら編集人を務めた、モ沢タクト思想研究編集にあたっては、当初欄を重視し、同会に対して批判的な内容でも、可能な限り全部掲載するように努めていた。やむを得ず、没となった、投稿の筆者に対しては、連絡先がわかる限り、手紙を書いていたという。 これは、西沢が書いた、文書、発表されなかった歌2編が、日本共産党中央に受け入れなかったという西沢の、思いが反映されたものと言えよう。同会の機関誌には、本田勝一やイ沼次郎などが寄稿している。なお、毛沢東思想研究会は、大塚優勝によって設立された、毛沢東思想学院とは別団体である。両者を区別するため、 毛沢東思想研究会は、もう研、もう拓思想学院は、もう学ぶと称された。ありがとうございます。